兄が野球をやっていたので僕も始めてみました。小学校2年生からやって浜松南リトルリーグに入りました。全国大会で3位になったんです。浜松南シニアです。全国大会に出場したんです。グランドが独立してあるからいいなって思いました。先輩も明るくて優しくて天竜高校で頑張ろうと思いました。いろんなタイプのピッチャーがいてつなぐ野球で1戦1勝でどこにでも勝てるようなチーム、県優勝を目指して